日本国神奈川県川崎市、麻生区大禅寺大禅寺ふるさと公園大禅寺は、神奈川県川崎市麻生区の地名。町名の設定のない単独町名である。住居表示水施区域。麻生区東部に位置する。元は、区内で一番広い面積を占める町であった。全体が、丘陵地で中央部に早野川、西寄りを新福寺川がそれぞれ南北に縦断していた。 西は上朝を、北はゆりきゅう、南は下朝を、早野、東は横浜市青葉区に隣接していた。1965年頃から宅地開発が進み、ほぼ全域が住宅地となった。新たに住宅地となった地域は大善寺から分立し、現在は開発から残った東部の丘陵地と寺院の周辺だけが大善寺として残っている。 大禅寺、大禅寺東一丁目から六丁目、大禅寺西一丁目から八丁目、白山一丁目から五丁目、虹川下一丁目の一部を含む地域を、かつては大禅寺村といった。大禅寺村は、1889年の市政、町村制施行で柿を村を大あ大王禅寺となり、1939年に川崎市へ編入された。その後、宅地開発に伴い、 大禅寺東、大禅寺西、白山、虹ヶ丘の各地域が分立し、現在の大禅寺は旧大禅寺村の東部の一部分にあたる。同地の新言州の寺大禅寺にちなむ。江戸時代の地市にも寺名をもって、村名とすと記されている。周辺で、宅地開発が本格化する前の1960年代には、人里から遠かったため、 以下の原子力研究施設が設けられた。町長別面積の数値。川崎市。2020年2月24日閲覧。町長別世帯数。人口。川崎市。2018年2月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年2月15日閲覧。麻生区の成り立ち。川崎市。1。 に、2021閲覧。ありがとうございます。